ザカリアス・ゴンサレス・ベラスケスは、スペインの画家である、肖像画や宗教画を描いた、マドリードで生まれた。祖父は、アンダルシア出身の彫刻家、パブロ・ゴンサレス・ベラスケスで、父親のアントニオ・ゴンサレス・ベラスケスは、画家で、王立サン・フェルナンド美術アカデミーの校長を務めた。父親の兄に、画家のルイス・ゴンサレス・ベラスケスと建築家のアレハンドロ・ゴンサレス・ベラスケスがいる。 1777年から王立さん、フェルナンド美術アカデミーで、マリアーノ・セルバドール・マエラに学んだ。1782年に卒業した後、マドリードのエルパルド王宮の装飾画を依頼されるようになり、神話を題材に描いた。マドリードの王立タペストリ工房で、デザインの仕事もし、アンダルシアのハエンの大聖堂などの教会の装飾画を描いた。 1793年に王立産フェルナンド美術アカデミーの助教授になり、1802年にカルロス4世の宮廷画家になった。ジョゼフ・ボナパルトがホセ1世としてスペイン王になった時代を経て、福井したフェルナンド7世によって1828年に王立産フェルナンド美術アカデミーの校長に任じられ、校長を1831年まで務めた。ありがとうございます。